ては第300回定例会を祝賀記念いたしました。この議場において演奏会が行われます。短い時間ではありますが、普段とは立ち会えないひとときをお過ごしいただければ幸いと存じます。この間、昭和、平成、そして新たな令和へと激動の時代を乗り越え、絶えず意義を反映する場として大きな役割を担い続けてこられました。今つまり民謡を読みながらということで、まあ、つまり民謡その中にですね、つまると南部を融合させたいということで、で南部の祝いの歌をちょっとお願いして、サンバリカまで来ましたので、またさらなる飛躍を目指して、近畿会同じ目標に向かって形成発展というのを目標に向かって頑張っていきたいなという